初めて先発に起用しました。巨人は1回ランナーを2人置いてバーフィールド、ストレートをレフトスタンドに運びます。15号スリーランホームラン。昨日の逆転サヨナラ勝ちの余韻が残る巨人が3点を先取します。3点をもらいながら巨人先発の木田はいつものキレがありません。3回ランナー1人を置いて落合にストレートをライトスタンドに運ばれます。大砲にはフォークを持っていかれます。14号ソロホームラン。3対3あっという間に同点に追いつかれてしまいます。この後4対3と逆転された長嶋監督は6回左の代打構成をかけます。ワンアウト1塁3塁で吉村、初球を叩きます。再び4対4の同点。2アウトの後福尾、5対4逆転。長嶋監督の起用が的中します。逆転に成功した長嶋監督は7回から橋本をマウンドへ。8回2アウト1塁2塁から種田、篠塚がトンネル、2塁ランナー帰って同点です。気落ちした橋本、今度は立浪に蹴りたい一発を浴びます。9号スリーランホームラン。勝負あり。巨人は結局10対5の大差で敗れ、ヤクルトへの挑戦権をかけた3連戦に負け越してしまいました。攻めには体を張って対抗。ヤクルトは3回ジョーのデッドボールでワンアウトフルベースと中日先発山本を攻め先制のチャンスを迎えます。しかし土橋の当たりは最悪のダブルプレーとなり、今シーズンここまで4敗と苦手の山本を攻略できません。これに対し中日は4回ノーアウト1塁で川又が左中間を破ります。この当たりで一気に落合がホームを狙いますが、これはタッチアウト。こちらもなかなか先制点が奪えません。しかし6回中日はワンアウトからパウエルがレフト前ヒット。そして迎えるバッターは落合。出ました、レフトスタンドへ史上10人目となる通算450号ホームランを放って2点を先制します。続く7回にも種田がレフトスタンドに飛び込む第9号ツーランホームラン。4対0と中日リードを広げます。味方の援護で楽になった山本はランナーを背負っても強気のピッチングで決定打を許しません。そして9回もピシャリと抑えた山本、去年の自己最多記録に並ぶ13勝目。中日は大事な一戦をものにしました。ヤクルト戦という意識はありましたでしょうか？ね、もちろんね、僕らの一つ上にいるチームなんでね、何とか勝ちたいなと思ってますけどね。いよいよこう何かドラゴンズがぐっと上昇ムード、そんな感じなんですけども、もちろんね、このままシーズンを終わらせるつもりはありませんですね。迎えた4回、ヤクルトはこの回先頭の広沢がライトスタンドへ17号先制ソロ。さらにカドラーのタイムリーヒットでこの回2点を先制します。一方中日はその裏ワンアウト1塁、落合が右中間へタイムリーツーベースを放ってまず1点。さらに西村のワイルドピッチでワンアウト3塁とし、ここで川又の当たりはセカンドゴロ。ところがハドラーバックホームをためらってこの間に3塁ランナー落合が入り、中日同点に追いつきます。中日は続く6回にも種田がタイムリーヒットを放ち3対2と勝ち越しに成功します。これに対しヤクルトは土壇場の8回、広沢が今日2本目の第18号ソロホームランを放ってゲームを振り出しに戻します。ところが中日その裏ワンアウトセカンドのチャンスにまたしても種田が勝ち越しのタイムリースリーベースヒット。さらに続く立浪を1、2塁間を破って5対3とヤクルトを突き放します。そして最終回はストッパー佐久がパーフェクトリリーフを見せ、中日が大事な2連戦を連勝、ついに首位ヤクルトとのゲーム差を3としました。なんでね、最後は進化を狙っていったらうまいことしたんです。それでもう尻尾はもうどんどん見えてきましたからね、もうここで一気に詰め寄って首位に立ちたいと思います。ドラゴンズ先発の角は3回ノーアウト1塁から笹岡の送りバントを好フィールディングでダブルプレーとします。これで流れをつかんだか、その裏中村が笹岡のスライダーをレフトスタンドへ第14号ソロホームラン。ドラゴンズが1点を先制します。角は4回にもワンアウトフルベースのピンチを招くのですが、ここも町田をダブルプレーに切って取ります。しかしカープは5回小早川がライトスタンドへ第8号のソロホームランを放ち同点とします。ところがドラゴンズはその裏、
中村の2打席連続の第15号ソロホームランで2対1とすぐさま引き離します。そして好投を続ける角は6回にはこのプレー。この回まで広島打線をホームランによる1点に抑えます。この角の頑張りにその裏打線も応えます。ワンアウト2塁1塁から大砲が第15号スリーランホームランを放ち笹岡をノックアウト。7回にも清水が今季初ホームランを放つなど打線が爆発、9対1と大量リードです。そして7回からはジャイアンツ戦で初勝利を挙げた二宮がピシャリと抑え快勝。ドラゴンズが4連勝で貯金を6としました。今日も初回先頭の種田がいきなりヒットで出ます。ワンアウト2塁1塁で4番落合。広島の先発川口は今シーズンまだ中日から勝ち星がありません。落合のうまさが勝りました。今日も中日が先取点。この後さらに彦野の犠牲フライで2対0とリードします。中日の先発ルーキーの佐藤は4回までヒット1本に抑えて5回の広島。昨日ホームランを打った小早川、昨日はライト、そして今日はレフトに2試合連続の9号ホームラン。さらに8番西山、佐藤一本調子になったところを狙われました。広島は2本のホームランで2対2の同点に追いつきました。せっかく追いついた広島、肝心なところで守りのミスが出ます。ダブルプレーを焦りました。これでワンアウト2塁1塁。そして5番彦野、ライトの町田もバックホームを焦って中日に勝ち越しの1点が入ります。は6回から山田、森田、鹿島、そして9回は角を出して広島の反撃を断ち3対2で逃げ込みました。